お話しする人が真剣度がすごく高い。単に情報収集で回ってるよっていう人はすごく減っていて、真剣にお話しする人が多いっていうのが全体的な印象として、会って話すっていうのがすごく距離が縮まる時間も早いですし、きっかけとしてはもう最高の場所だと思うのですごくいいですよね。うち の, そのやってることがどうしても体感して、乗ってもらわないとわからないっていうところがありまして、なのでオンラインでその動きとかは見ていただけるんですけど、じゃあ実際乗ってどうなのかっていうところはやっぱり対面でないともう有利なので、まあ、そういう意味では、はい、対面やっぱり大事かなと思います。大体5000万ぐらいは、はい、見てるかなと思います。午前中いっぱい、もうほとんどお客さん途切れることなく来ていただきましたと。やはりその目的持って来られるお客さんがすごく多いので、成約率増加にかなりつながったので、非常に驚いている状況ですね。売上金額ですか、まあ、4桁ぐらいはいくんじゃないかなっていう。何千万な、そうですね。ですね、予想したよりもですね、お客様はいっぱい来ていただいてまして、ちょっと甘く見ていて体制を少し緩めたんですけども、急遽私ども千葉が、本社でございますので、そこが急遽応援いただいて、今6人体制というぐらい人の方は、いっぱい来ていただいてます。1億円ほど見込めそうなんで、すぐ活動してですね、制約に結びたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。新規顧客を開拓するのに、いきなりこうなかなかお仕事くださいって言って訪問しても、難しいっていうところからですね、展示会とかそういったところのツールを使って、新規顧客の開拓っていう形を今、模索するためにこう出展させていただきました。装飾業者さんの方に最初当初お聞きした時に、3日間で100人ぐらい来ていただければ同じじゃないかっていうふうなところだったんですが、昨日今日で合わせて2日で100人目標としてた100人が突然できたので非常に嬉しく思ってます。